この電動カンナのジグを以前作ったんですけども、視聴者様から作り方を教えてほしいというコメントがあったので、今日はこの説明をしたいと思います。まずこの面とこの面、大体この辺り全体的に、平らな面がありまして、そこがちょうど90度になっています。で、反対側はほとんどその面積が少ないので、ここ側をこの板と接地するように、考えました。で、その時このベースの板がこれより外にはみ出てたので、それが干渉するので少し中側に寄せて、この刃は逆にこの面より外に立つような形で前回の動画で調整しています。今回使った材料は、まずこのベースになる部分、これがラバンのランバー 21mm を使っています。で、それ以外には、これがカラーコンパネ、それと 24mm のラーチのベニヤを使っています。単材を使ったのでいろいろな材料が混じってますけども、21のラワンランバーで統一してもいいのかなと思っています。これを作る時に少しでも小さく作りたかったのと、車の後ろの作業台を使う想定にしたので、これ自体が単独で使用できる形にはなっていません。だから別の作業台に固定をして使うような作りをしています。ここの接地面に乗っかるようにしたかったので、突起物の部分は全てジグソーや、ドリル、あとトリマーで、加工しています。できるだけ接地面を多く取りたかったので、結構ギリギリに加工しています。もし問題ないようだったらこことか大きく切り替えてあげてもいい、良かったのかなとは思います。で、あとこれが排熱なのかちょっとわからないんですけども、念のためこういうふうに熱逃げとして加工したりしています。ここの部分だけは少し飛び出してしまいます。だからそういう時はもし台の上で加工する時は台からちょっとずらしてあげてやるようにしています。で、この加工方法なんですけども、最初にここの設置したい場所を決めて、差し金とかで金手を出したり、これで、平行にして墨を出してあげて、で、ここの前後の位置もできるだけここがちょっと短いなと思ったので、ここに板を足してあげたかったのでちょっと奥の方につけるようにしました。で、この加工に関しては、例えばこうやって測りながら一つ一つ、寸法を出していっています。はめてしまえば遊びが全くないです。で、遊びがないようにしているのは、例えばこういうところがぴったりはま、動かないように、例えばここの部分とかこの丸い部分、あとここの部分などが寸法をぴったりにしているので、一度はめるとこれで全く遊びがありません。ただちょっと削りすぎたりした時に、ここにパテをちょっと持ってあげて微調整をしています。こういうところにパテを持ってあげて微調整しています。そのパテというのはこれなんですけども、使う量だけ切り取って、この2色をこねて粘土み
ですけども、こねてあげてそこにつけて、あとは、固まってしまえば、普通の木材と同じように、削ったりできるのでよく使っています。ここに段差があるのは、ダストパックがつけられるようにしています。次にこのカンナを固定するためにこういうクランプを作ってます。これ自体は M5 の鬼目ナット、超ナットと通常のナットと、あと M5 のボルトを適当な長さに切って作ってます。でこのナットは紛失防止に、つけてるだけです。これをちょうどこの部分にあるようにセットします。この2つは全く同じ作りにしました。全く動かない、がっちり固まりました。これだけで、例えばここの直角を出すだけなら、このまま加工できるので、ある程度の幅も、加工この状態ならできます。ただしここの面とここの面を直角でさらに幅を合わせようとするんであれば、これをつけて加工をしていきます。でここがもうちょっと長く取りたいなという場合はこのジグを使っていきます。でここにも鬼目ナットを入れて、同じようにここにドリルか何かで、穴を開けて加工しました。削る厚さを調整した状態で面を合わせて固定していきます。補助板をつけることによってできるだけ精度のある加工がしやすくなってくると思います。この形で手押しカンナの役割を果たせると思います。でこれ自体はそのままテーブルに置いて使うか、こういうふうに立てて使うかの2つのやり方でできると思います。当然独立して使うことができないので、どっかクランプか何かで、挟んで使ってもらう形になります。あまり大きなものを加工することを想定していないのですが、まだちょっと使ったことはないんですけども、例えばこういう大きなテーブルのここの小口、ここの小口を削りたいなっていう時に、このようにして削れるのではないかと思っています。手押し管のように今ここにつけてたものの、説明をします。これもラワンランバーとラーチとコンパネ使ってますけども、ちょっと失敗だったのは、このコンパネがかなり反っていたので、もし今度同じようなものを作るようだったら、このコンパネは多分使わないと思います。そのためこの三角でだいぶ矯正して、平らをできるだけ保っているような形になっています。滑りがいいと思って使ったんですけども、
ラワンランバーにするしてシリコンスプレーでもすればよかったのかなと思います。これも作りはほぼ同じで、ボルトは使ってないときはここに置いておいて、設置するときに外してここに合わせていくという形で、3段階の穴の位置を変えながら加工の幅を合わせるという形になっています。で、ここをできるだけ もっと広く取ってもいいのかなと思うんですけども、できるだけ広くしてこのガタつきをなくすという形にするためにできるだけ長く取った方がいいなと思ってます。ただその時にちょっと注意したいのが、こういうものをつけた時にここにちょっと当たったり排熱の穴を塞がないように注意した方がいいのかなと思います。こういう形で、自動カンナとしての使い方としては、入れるときにある程度押さえが必要なので、このコンパネの部分にアーグニでクッションを持たせて ここで押さえながら送っていくという形をとっています。そのため少し斜めにして、これもこの2箇所の穴を使って固定できるようにしています。それとボルトを取り付けるときにワッシャーがなくならないように、一応ここにゴムを入れてワッシャーが抜けないようにしています。で、最大限のこれだとこの辺まで、大体 135mm まで加工できるようになっています。これが 140mm なので、残念ながらこのサイズのものは加工ができません。で、幅に関してはこうやって削った後逆にして削れば最大加工幅が約 160mm ぐらいまで加工ができます。あとこれの固定方法は木工用ボンドとタッカーを使って加工しています。強度が必要そうなところはビスを使って、あと最後パテをしてやってます。この使い方の場合はテーブルに置いた状態で固定するか、手押しカンナの時にはカンナが下に来る形なんですけども、この場合はカンナが上に来るような形でこうした方がしやすいと思います。さらにこのカンナはここを握り続けてないと使用ができないので、この板を差し込むことによって使えるようになります。で、終了した時は抜き取るというやり方になります。